ってついてくるから、ぐるぐる回り持ってくるとこうやって飛びつくから、見せといて飛び届かないところに持って飛んで止まったら止まるように。止まったら止まるようにってそこ意識はしてなかったですけど、今のあの高く上げるって歩くってあったじゃないですか、うん、あれ私みなちゃんのあのうんち取ったやつこうやっていつも取ったからこうやって言うのにそれはずっとやってますわ私、うん、そういえば。なるほど、わかりました。ちょっとそれ普段のお散歩の中にちょっと取り入れて、うん、長いことせんでいいですから。わかりました。5分でいいですから。わかった。だからすごくあの目立つもんでいいです。あ、おもちゃでキュッキュッってなるもんでもいいから手に持ってね。ベビーパピーはそれ使っても全然誰も嫌がらないんで。そうですか。成犬のクラスになって使ってる人いてるけど、うん、あんまり息しないんでやっぱりね。ジャージによってはもうそんなおもちゃ持って何してんねんって言われますから。あ、まあ、日本人のジャージはあんまり言わないですけど、外人ジャージは結構言うんでね。わかりました。じゃああの遊びの中ちょっとそれ取り入れてやってみよう。だからそれは楽しみとしてね、うん、あの自分がしつける中の楽しみとして捉えられたら一緒に楽しめると思います。了解しました。イランとあかんわけではないけど、一緒に犬と楽しむという感じでね、接し方の一つとして、はい、そうやったんやって楽しかったな。